はい、というわけでどうもこんばんは、たくんの日常日記68回目でございます。とはい、というわけでね、まあまあ、68回目になりますが、まあ、昨日何の日だったと思いますか。はい、まあ僕の誕生日です。パシパシパシってことで23歳になりました。23歳ね。まあもうしっかりしろよ、やって話。そう、しっかりしろ、しようねっていう話。うん、ほんとマジで。ほんまね。まあ、いろんな目標出てくるやん、23歳なのと。まあ、まあ1個目は、もうあれよ。もうちゃんととりあえず、まあ、まあ、貯金する癖をね、ちゃんと、まあ、まあ、まず貯金をねちゃんとすることやな。うん。でね、2個目がまあエンディングにもあると思うけど、まあ目標300人とね、300人行きたいと思ってますね。はい、まあまあそうやな。で300人行って、まあまあまだ次500人かな、500人行きたいと思います。はい、いやー、まあね、まあで昨日ライブしまして、まあまあ、サプライズもありました。はい。サバイバーズサプライズもあって、で、あと、まあ、いつも通り、世界魔法陣11話見て、まあ、それはね、まあまあ、あの、僕の、あの、ライブの履歴からね、見てください。もう、神々やな。いつも通り、神々やな。はい。あの、ライブのね、そう、履歴から見て、そう、あるんで、ちゃんと見てください。はい。まあ、最後に、あの、まあ、あれやな、サプライズありましたね。びっくりしたよ。うん。で、俺も、まあ俺もちょっと言ったけどね、最後でちょっと、なんか、やりたいって。まあ、あれよね。まあそういうライブ見たらわかるんやけど、あれを復活します。あれっていうか、まあ小山根はまあ復活はまあ、まあしつつあるんだよ。小山根はね。ほんでね、まあ俺が言いたいのは、昨日、最後、なんて言ったか、再び言います。そう、あれ復活とは。あれ復活はアニメ学園復活します。パチパチパチってことで。マジかいっていう話やけど。はい。まあまあ言っとるけど。はい。ってわけでね。はい。まさかの復活。あ、アニメ学園がね。まあ、名前はそのまま。するかわからんけど、はい、レイドさんとね、まあ考えたっていうか、まあ、まあ多分最初からなると思う、それは。で、名前もまあちょっと変わった。F にしました。復活の F ってことで、アニメ学園 F っていうね、名前になってるんですよ。はい。もうね、まあもういいかなと思ってね。うん。もう解放していいや。うん。もうあんなもん。あんな4年以上前のこと。4年以上前か分からんけど、もういいやんってわけ。そんなもんね。すがってちゃ何も始まらん。まあ、俺で、まあ、私こと始めたいと思っとるし、まあ、あ、ほんでね、そう、一個言わなかんのが、まあ、音楽ですね。その、音楽が、はい、まあ、うん、チーンになりまして、はい、言うたら、まあ、報告でいいな。要するに、イエローカード的なのを買ってまして、まあ、今後、音楽系が、まあ、ほぼ無理になりました。ほぼ無理になりました。まあ、今投稿してあるやつをね、まあ、あれなんけど、消すかわからんけど、まあ、あれだな、もうしゃあない。ほんまにしゃあない。いやー、っていうことなんで、もう音楽以外でやっていきたいと思います。音楽以外ね。まあ、ネタ動画やらね。まあ、こういう真似のその動画とか。で、あと、まあ、普通にゲーム実況。そう、ゲーム実況撮ってないもんな。これまあ、ホラーゲーム、まあ、ホラーゲーム、まあ、自分で撮っとったけど、まあ、結局最後、レイロさんとライブで去年かな撮ったし、まあ、完全に一人で撮ったわけじゃないから、まあ、なんかね、自分の好きなゲームあれば、まあ、ゲーム実況、タックのゲーム実況してきて、して、まあ、復活やな。していきたいと思っておるんで、そこはまあ待ってください。はい、待っててくださいね。
まあ、1月、まあ、来年の1月に、まあ、ドーキーコングリターンズの HD が出るんです。それ買おうかなと。まあ、動画用でね、言ったら、まあ、自分でやるっていうのもあるんやけど、まあ、動画用として、で、それを実況していきたいと。はい。元 Wii にあったんやけどね。はい。いやー。でね、まあ、今回、伊勢魔法寺編11話。はい。伊勢魔法寺編の11話ね。まあ、あれだね。今回は、まあ、面白いです。はい。もう全部言わんけど、まあ、見てもらった方が早いと思うんで、はい。面白いです。はい。面白いっていうだけで言います。まさかのこと起こっとるんで。まさかのね、まさかなこと起こってるんでね。いやー。あのね、ほんと。まあ、ライブ見るより、まあ、普通にそのまま見てもらった方がいいかもね。はい。まあ、で、俺の動画に、まあ、昨日俺がね、サプライズで見たやつが上がってるっていうね。うん。まあ、どっち、まあ、ライブの履歴から見るのもいいし、まあ、普通に、まあ、動画で、普通の僕の動画ね、動画から行くっていうのもありやし、まあ、あと、そうやな、で、チャンネル登録者ですね。はい。168人と、いや、ありがとうございます。まあね、まあ、ちょこちょこね、増えてきてってのもね、まあ嬉しいってのもあります。まあ、まあ目標までまだ全然132人かな、まだ132人いるんで、え、多分142人か、どっちやかな、多分142人か、2人ぐらいいるんで、まだまだなんですけどね、はい、まあ、俺も頑張っていきたいし、まあ、レイロさんやら、まあ、桃道夫さんとかね、まあ、お互い、まあ、無理ない程度に今頑張っていきたいと思います。一応、13土曜日の、まあ、11時20分ぐらいに、まあ、タクーレイモモラジオがあります。っていうことは、はい。伊勢魔法寺編、シーズン1、最終回です。はい、ついに、ね、まあ、長年っていうか、まあね、まあ自分のちょっとまあ都合があり、まあ全然取れてなったんやけど、まあやっとついにシーズン1最終回と。いやー、まあ12話でな、最終回ってことで、いやー、まさかね、いやー、ほんまよかった、ついに最終回。まあそれもまた、考えながらやっていきたいと思います。11話で見てもらって、で12話でね、まあ最終話見てもらって、また、まあ、それは12はね、また、ほら、今後、まあ、今週あたりに、まあ、自分が考えてね、作ってきても思うんで、はい。ぜひ待ってください。まあ、1時間はさすがにね、ちょっと持っていいになるんで、それちょっと、まあ、なんかもう、最終はスペシャル的な感じでね。あの、鬼滅で言う、ほら、なんか、何分拡大みたいな。まあ、したいけどな、それ何分、まあ、20分なら、ほら、40分増やしたりって、倍の40分みたいな。それしたいけど、まあ、1時間にするとね、まあ、多分、腕やら、いろいろ多分使えてくるような気がするな。まあ、考えとけろ。まあ、でもま、20分以上は取りたいな。絶対。うん、そこは。まあ、もしかしたら30分以上。まあ、30分以上かな。やっぱな。うん、いけて。はい。で、まあ、その12は終わりますやん。まあ、俺考えてるんは、映画風にしたい。言うたら、今までの伊勢魔法寺1話から12話までを合体。あ、でもなんか合体するって、まあ、レイロさんが言ってたんで、はい。言うたら、映画風みたいな。映画風にするみたいな。するみたいなことを言ってたんで、まあ、そこもね、また待ってください。はい。またね。はい。ぜひ待っててください。で、今、実はちょっとお腹調子がね、ちょっと昨日から悪くて、はい。ちょっと今痛いですよね。痛いって、まあ痛いですよね。まあ、無理して、まあまあ、でもしてるけど、何分ぐらいかな、今9分ですね。今日はちょっと長めとなことかな、トイレも行きたいってことで、はいね、はい、うん、大体ね、お腹痛い時もね、我慢して撮ってるっていうな。いや、まあ、それもトイレ行ってからやりやって走らないけど、急に来るもんの。しかも今日日曜日やから、もしかしたら、ああ明日仕事やなみたいな感じの、なんか謎のちょっとスレスレお腹痛いなと思うかもしれんし、まあしゃあないな、それはもうしゃあない、それはもうしゃあないということで、まあ、今週頑張ったら給料出るし。はい。まあ、相変わらずで、最近、まあ、水曜日休みないけど、どうなんやろな、今週まだ何も言われてないから分からんけど、
まあまああったらあったらで、まあ、まあまあ出てね。でまたほら金曜日休みってなるかもしれんし、まあ、それまたまあ分かりません。もしかしたら久しぶりの水曜日休み、普通の定休日があるかもしれんし、まあどっちでもいいけどね僕は。うん、いやほんまにね、まあまあまあほんまちょっとずつやけどね、まあちゃんと登録者はまあ増えていってはいるんでね、まあまあ減るもまあまあ減るもね、まあしゃあないんやけど、まあまあまあしゃあないやね、そこはほんま YouTube ね、そこまでまあそんなに甘ないんで、はい、そこは知ってるんで、まあでも増えたら増えたら僕まあ嬉しいし、絶対嬉しいし、まああとまあグッドボタンと、グッドボタン、こうまあ高評価と、まあコメントとかね、まあいいコメントね、よろしくなコメントあかんよ絶対。うん、もう普通にもうなんだろう、いいコメントだけでいい、俺はいいと思ってるんで、はい、もしくはまあアドバイスだな、こういうこうしたらいいよっていうアドバイスがいいかな。それはまああまりそんなよろしくないコメントはまあうんうんあかん、まあ、それはまあまあ前の22キロに届くかもしれんけど、それはまあやめてほしいな俺的には、うん、傷つくもん俺が、あーってなってしまうから。うん、いやーそんな感じかな。まあ、うん、本当、うん、ね、ほんまにマジで、まあ、これからも、まあ、無理なくね、頑張っていくんでね、まあ、23歳になりましたけども、まあ、高評価と、まあ、チャンネル登録と、まあ、コメントをね、ぜひね、まあ、しててください、もし、ね、あ、このチャンネル、このチャンネル面白いとか、ね、あ、タックさん、面白いかもしれん、このチャンネル面白いかもしれんって、面白いかもしれんって思ったら、まあね、まあまあ、応援するっていう、まあ、形でね、まあ、チャンネル登録してね、してくれたら、まあ、僕は嬉しいです。はい、嬉しいです。で、まあ、ライブの時でもね、はい、まあ、来てくれても、はい、嬉しいし、全然ね、まあ、でもな、最近しないからな、忙しいから、僕が忙しいから、いや、まあ、ほんまに忙しいから、いろんな事情があって。だから、ほんま、マジ動画撮れるんが、まあ、金、土、日しかないのよ。まあほんま、まあ、金土日しかもう取れんから、まあツイッターは長女投稿しとけろ。いやほんまね、まあ、この動画もいつ上がるか悲しい。まあまあでも今日中に上げときたい。はい、月曜になる前はね。まあてな感じかな。うん、ちょっと今日はちょっと俺が調子悪いから、もう長めには取らんとこかな。はい、今現在13分になる前ですね。まあたまに短いっていうか、まあ絶対俺の動画10分以上いくから、うん、はい、まあ多分オープニングで肉入れたら多分15分ぐらいいくんじゃないかなと俺は思ってるんだけどはいはい、もうこの日常日記もあと2個で70かまあまあこの日常日記もね、まあ、全然したいにすればいいし、うん、まあでも3桁いくでしょ多分いくと思う、俺のことやから。どこまで行くかわからん。もうこの22期はどこまで行くかわからんけど、はい、まあ無理なく頑張っていただきます。もうこのね23歳になった後、まあまあこの1年間ほんまにまあいい年で、まあいい年あるように願っております。はい、いやほんま無理なく頑張っていきたいなと思ってますんで、まあまあ応援の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ほんま神々やな。まあ、すいません、ね、まあ、神々やな。いやー、まあ、そんなもんかな。で、最近、まあ、ハマってるって言えば、まあ、ぼっちザドッグかな。ぼっちザドッグがね、最近ハマってて、まあ、セブンイレブンの限定のやつも買ったりしたし、今日ね、買ったりしたし、まあ、そんなもんかな。はい。まあまあ、ぼっちザドッグもね、そのライブとか行ってみたいんだが、まあまあまあ、それまたちょっと考えながらね、まあ、多分東京になるんで、はい。まあ、肉としても東京になると思うんで、はい。まあでもなんか最近なんかちょこちょこ都会とか東京とかそういう都会の意味見るんやな。やっぱここなんか行きたいと思ったんやろな、やっぱな。それ俺だって行けたいし、うん、一回ぐらいは。まあまあまあ、まあ、とりあえずまあ、まあ金を立つ、まあ、多面限り始まらんから、まあそこだよな。はい。まあ、そんな感じでね。はい。終わりでございます。はい。まあ、15分になるんでね。はい。ってわけでね。まあ、今日の日曜日は終わりだと思います。まあ、また、まあね、次のね、日曜日記69回目かな。ぜひね、見てください。というわけで、次の日曜日記、次の動画やら、ライブでお会いしましょう。それでは、綺麗で、さよなら。
ワニバー。